アンチを誹謗中傷で訴えずに漫画のネタにし続けた結果、アンチにひどく誹謗中傷されてた時があって、2チャンネルにスレッドを立てられたり、お前の彼女とネタとか嘘書かれたり、本名書かれたりした時もあったんだけど、逆にアンチをネタにして漫画のキャラにして楽しんでしまったのだよなぁ。漫画のキャラにしたら、アンチがどんどん僕のアンチのキャラに感情移入していって、ふざけんな、アンチのことをこんな風にするなんて訴えてやるー。って言われた、わら。それでなんかいつの間にか、アンチがいなくなった。でも、今は株で1日に大金ゲットする時もあるから、試しに訴えてみようかなうとかやったかもしれないけど、結局、自分が発信する情報が正しいからほっとけばいいんじゃないかな。でも、アンチがいてほしいか。って言われたらもうネタにし尽くしたから、いなくていいと言うと思います、わら。波にアンチをネタにした作品はこちら735アンチ、チロチロチンチン736ツンデレアンチ738用語コメントはぬにゃさまね739真面目に感想書くぞ740ゲロ吐きながらも読んでくれる読者を外でライブ758コメント欄がゴキブリホイホイ761アンチの言葉を翻訳するぞ772キモい、気持ちいい。777アンチもファンが欲しい。781僕のアンチはたった1人。782アンチはニラが嫌い。784アンチが喜んじゃうから792仕事よりアンチの方がいい。794優しいアンチ796アンチがぬにゃーん漫画を読むまで800コメント欄の歴史802アンチも努力している。805クリスマスでもアンチ807アンチの顔の方がブサイク。810アンチにも家族がいる。811アンチぬにゃーんの漫画なんぞ、3分で描ける。813アンチコメント欄だけを見に来てる。821ナンバー1アンチは誰だ。ヌニャーンアンチ選手権。824ヌニャーンは女に手を出してる。825お前に狂気を感じるよ。826アンチの一生。829ヌニャーンが漫画を描かなくなる方法。836アンチが路上ライブ。951アンチどうして私好みの漫画描いてくれないの。957アンチの片思いの子がヌニャーンファン。1093ヌニャーンのアンチは漫画家志望。1113アンチの寝顔かわいい。アン1148綺麗なアンチと汚いアンチ。1156アンチがアンチをアンチする漫画。1212アンチ活動で初めて友達できたよ。1217ヌニャーンのアンチの眉毛ってなんでないの。合計37作。